ゆみさんのとこで長いこと、あれも何年やってたの、オタクは。20年ぐらいじゃない。えデビューからだから。マジでそんなやってたの。うん。じゃあこの後どうするのっていうか、もう昔から一緒で、うん、何十年も。お、聞きたいそれ。何十年も一緒で、うん、普通に静かに暮らしたい、うん。そん時田原俊彦はバリバリ踊ってた、踊ってたよ、ね、足上げまくってね、キレッキレだからさ、あの人、うん、おいで、マッチ君も何気に手振りがあったりとかこういうのとか ね、そう、なんかあったりとかする、うん、で、それができないので、で、まあギター弾いてたから、うん、ギター弾きたいっていう話、時間がかかった。そういうことか、うん。それで、よちゃんバンドの話はね、まあこれは巻き戻してみてください。あの、曽我康さんの回、うん、巻き戻したらその説明は全部出てますから、うん、よちゃんバンドの。まあそこまでの話を僕はやったんで。今ね、話したから。いや、それからやん、ギタリストとして、まあ僕なんか、すごいよな、聞いたことあるけど、ギター見てるだけでいいわけでしょ、今でも。いや、コロナのせいでさ、おう、ギター触ってないんだよ、だから。だって前俺を歌った時言ってたやん、ケンちゃんギター見てるだけでお酒飲めるんだよ。飲める飲める。それはね、今でも一緒なんだけど、基本ね、うん、基本一緒なんだけど、ギター触ってないんだよ。それはなんで触る気になれないの。あのね、なんで今までこんなに触ってたのかって、触んなきゃいけないということがあった。おうおう、ことがあるから。うん、例えば世良正則、はい、ライブがありますとか、うんうんうん、近藤正彦も触るね、宇都宮隆史ツアーありますとか、うんうんうん、自分のバンドもそうじゃない、はい、あのツアーありますとかっていうとさ、うん、それは上手にこうスケジュールは縫っていくわけじゃん、こうやって縫っていく ね、年間通して、うんうんうん、そういうことは誰かのツアーやってる時に次の他のバンドのツアー の曲を覚えなきゃいけないとか、うん、ね、のためにツアー A というツアー中に B の曲を覚えるわけ、うんうん、やっとかなきゃ、うん、B の人たちに迷惑かかる、はいはいはい、で B、A の人が終わる頃に B が始まる時に C が今度始まる、あのリハーサルが始まるから、うん、で C のも覚えなきゃっていうので、うん、ひどかったのは何年か前は年末だったんだけど、うん、11月12月かなんかで 1月も入ってたのかな、うん、11、12、1かな、うん、でツアーが何個か重なって全部で150曲ぐらい覚えなきゃいけなくて、それが同時進行だったから弾かなきゃいけないじゃん、うん、目的意識があるじゃん、それを覚えなきゃいけない、覚えなきゃ、うん、その曲を覚えなきゃとか弾けるようにしなきゃって、うん、ね、だから弾くんだよ、で、うん、弾いてるの楽しいしさ、うん、うわっ、これかみたいなさ、これ覚えてたみたいなさ、うん、今さ、この到達点がないの、もう分かる。これに対してあの覚えなきゃとか弾かなきゃっていうことがないから、ないから、うん、とじゃあその間曲作ってよ、でその作った曲はレコーディングできんの、いや密だからダメです、うん、じゃあ別に曲作っても日の目を見ない曲を作ることになるの、じゃあ別にやんなくていいじゃん、うん、とかさ、気持ちがそうなってるんだよ、うん、だからその家で楽器を、家でっていうか楽器をこんな3ヶ月とか触ってない状態はギター始めて以来本当初めてかもしれない、こんな期間は。だもうこの40何年、ああ、で50年近くなのか、こんなギター好きの野村芳雄が、うんうん、楽器屋にとにかく隙間があったら新しい製品とか、そうそうそう、ね、あの知らないギターとか売ってるのを売ってたらどうしよう、ちょっとチェックしに行かなきゃ、うん、今1時間だけあるよ、あ、じゃあ行ってくるみたいな、うん、それもうどんなに時間がなくても楽器屋に行く人だったのに、うん、こんなに時間があるのに、うん、特に用事が明ければ行くかなみたいな。ギター自分で作っちゃうんだよね、この男は。作る作る、なんなら、うん、だけどなんか、え、今確実にだから弾けるかどうかなんて、弾けますけど、弾けるよ。で、あなた譜面見ないしね。いやいや、最初は見てるんだけど、ずっと、うん、本番の時ね、見ないわね、うん、絶対見ない。でね、なんやろな、
気持ちいい音を出すんですよ、僕らも素人ですけども。で、すごいなと思うのは、それもね、ちゃんと相手見て、相手に合わせ、意外とね、むちゃくちゃやってるようでね、この男ね、むちゃくちゃやんないんですよ。ボーカリストがいたらやっぱりね、ちゃんとやってる。でもね、うるさいよ、音は。いけると思う時は、邪魔なぐらいギターうるさいよね。得意技だもん得意技だもん。ほんと、嫌がらせなぐらい、うん、もう、宇治木さんと野村芳雄来た日のライブはひどかったもん、音量が。去年一昨年か。今年やん。あ、今年の1月やで。今年はその頃にコロナが出たとか言ってる時やもん。ギリギリ僕たち全部できたけど。そっかそっか、そうですよ。今年か、あれもう遠い昔だから。いやそれぐらい、ああ昔ギター弾けたなみたいないや、それぐらいやっぱり飲むようになって、あのうちのライブに出てこられるようになってからちょくちょく飲むようになったんですけど、なんていうんですかね、なんとも言えない野村芳雄の感覚に触れてからどんどんこの男が好きになって、まあまあいつもあの曽我ちゃんの時も言いましたけども、超天の弱ですからね。いやいや、こんなこっちって言ったらこっちって言う。こんな正直に生きてるやつ、そうそういないよ。こっちって言ったらこっちって言うやなで、うん、こっち言うんかな思って俺がこっちって、いいよこっちって。そうね、典型的にそうだもんね。いやいやいや、あの楽しく行こうよ。いやいやいや、いやさっきも言いましたけど、野村芳雄集大成のアルバム、ソロのね、歌ってないアルバム、こうどっかになんか調べて写真使ってなんか出ればいいなと思いますけど、それが何十年かぶるかに何十年かけてレコーディングしたわけやんか、アルバム。アルバムこの前のね、うちのラジオにも来てくれましたけど、うん、ね、ムッシュかまえつさんとか、うん、ね、それこそ何年かけてレコーディングしたんだっけ。7年か。その間に、その間に人が何人死んでんの。3人死んじゃってるね、そのレコーディングの中の人が、うんうん、そういう意味では感慨深いアルバムやねんけど、うん、じゃあ吉尾君的には目標というか、もうこう、まあ同い年やから、もう俺らも死に向かってるやんか。そうよな、うん、もうすぐ60やん、うん、だって指も、いやもうすぐってまだ死者誤入でようやく60でしょ。いや、指も動きにくくなってんの、最初の頃より。やっぱりどう。うん、実はね、ほんの先週レコーディングがあって、うん、まあ、あの田村直美と一緒にやってるのが、うん、テンパックっていう、うん、テンパックリバーサイドロックンロールバンドっていう、うん、バンドやってんだけど、うん、レコーディングがあって、うん、久しぶりに倉庫に行って楽器を出してスタジオに持ってって、うん、半年ぶり以上かな、うん、ギターの弦を変えたのが1年ぶりかな、うん、なんか自分でね、うん、それで全部メンテして次の日レコーディングですでスタジオ行ってギター弾いた時に、うん、前より速くなってた普通衰えてくれやんか。全然衰えない、前より速い。引き倒してきてやった。溜まってんだよきっとたまに溜まってんねやろな。で不安があるんだよ、指先痛いんじゃないかなって、うん、こんなにギター持ってないと指先痛かったら、いやどうしようと。全然関係なかったね。あ、そう、うん、こんなぐらいではなんともないみたいな。いや、うん、だから野村芳雄のギターが好き。若い人なんかは野村芳雄はギタリスト。今日はほらよちおくんのよっちゃんのデビューの話とかも聞いたけどさ、もう若い子たちなんかギタリストじゃん、カリスマギタリストじゃん。そんなことないっしょ。もしかしたら楽器屋のおっちゃんぐらいにしか思ってないかもしれない野村芳雄をあなたがチャーさんを見てエレキってすごいと思ったと同じように、若い子はもしかしたらね、それこそ浜崎ね、あゆみさんのとこで長いこと、あれも何年やってたの。オタクは20年ぐらいじゃない。えデビューからだから。マジでそんなやってたの、うん、だから20年ずっと浜崎あゆみの後ろで弾いてて、うん、浜崎あゆみの後ろは野村芳雄だと思ってて、そのギターを見て、うん、ギター始めた人とかいるわけやん、もう年代的には。いるのかな。いるわさ、そらどうなのかな。20年やってたんや、浜崎あゆみすごいな、うん、そういう意味ではすごいなと思うけど、だからそれがよっちゃんがソロ出して、まあ僕も今もこうテレビ流れてますよ、オートリバースのジャガーっていう曲が今流れてると思いますけど。ああ、ちょっとそれ今下がりましたね今ボリューム下がりました。あなたが作ってくれた曲ですよ、はい、ね、僕とあの作詞しまして、あのぜひにということでね、作って、まあ、ちょっとボリューム上げてみて、うん、こんな曲です。あ、もう最近も
う下げて下げて下げて結構雑な真ん中でした。1番こんなんでいいって言って、あと頼むってボーンってあのギターで弾いてくれた。後半ギャーギターソロ弾き倒して、それをそのままデモテープ送ってくれました。あのデモテープは貴重ですけど、うん、ちゃんと作ってる。ありがとうございます。本当にね、そんな感じで。じゃあだから今言ったように、で将来っていうか、まあ、この先もう別に夢なんかないやろ。なんのなんかもうないやろ別に。あ、いやそんなことないよ。もうそもそも夢なんか全然ないから。ないやろ、最初から夢ないやろ。だからこう、うん、だからこの後どうすんのっていうか、もう昔から一緒で、うん、何十年も。お、聞きたいそれ。何十年も一緒で、うん、普通に静かに暮らしたい、うん。いやもう無理やんか、の練習。もうマイペースだけ。目割れてるから。ずーっと、いやそんなことないよ。だから逆にこの2年ぐらいとかで電車とかバス覚えたから、うん、意外と生活は一般にどんどんやってるんだろうね。うん、電車バスじゃ全く声かけられない。そう、普通に2人で移動するんですけど、急に席を切ったように店入った途端、イエーイ、芋金とタヌキンが来たよって言い出しますからね。店もびっくりするわ、まあ、それは友達の店だからね。そう言えたよ、うん、だからもう全然普通に単なる何事もなく、うん、ずっとマイペースで暮らせたらいいなっていうだけなんだよね。え、雨浮き沈みどうのこうのっていうのは平均値が取れてれば OK。 今特にそう思うよね。いや、まあ、昔から思ってる。で、あなたすごいって。昔からだから大ヒット欲しいなって思ったことないし、普通にすっごい有名人になりたいなって一回も思ったことないわけだし、うん、そもそもスタートがさ、人前が嫌いから始まってるからさ。いやだからそういう意味では一貫してるよな。うん、だから何も変わってないんだよね。で、ヒット曲を持たない強みってすごくいいんだよ。分かる分かるような気がする。例えばじゃあ今日芋けん TV です、うん、ね、で、うん、ギターを持ってきてくださいって言われて、うん、じゃあ僕が、うん、ハイスクールララバイっていう大ヒット曲を持ってるぞ、うんうん、僕が歌って、うんうん、その何十年前、はいはいはい、ね、うん、そしたら今日必ずやんなきゃいけない。やんなくちゃいけないね。あとどっかのパーティーだろうが何だろうが、うん、友達のパーティーやんなくちゃいけない。やっぱ始まるから歌わなきゃいけない。歌わなきゃいけない。歌ってやる、歌ってやる、歌ってやる、ほんまなーとかって言われるわけでしょ。うん、一切ない。だから人のバックが楽なの。グッバイ歌ってってなるやん。じゃあ何の曲がいいって言うと、ええってなるんだよ、みんな客席で。タヌキ歌ってとかってやつバカがいるんだよ。歌出してないっつうの。そうか、でもある意味俺、うん、ザ・グッバイ見に行ったじゃん、うん、グッバイ見に行って思ったのは、いやそれこそほらね、失礼な言い方やけど、大ヒット曲ザ・グッバイのこの曲今言うたように、ハイスクールララバイみたいな曲はないわけじゃん、うん、ない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 よね。ないない。でも改めて聞いたら、うん、あ、なるほど、コンセプトとあれと楽曲ってすごいなって、今思えるってすごいなと思ったの、ザ・グッバイというものに対しては。だからきちっと作ってて、そうだよね、狙ってる気持ちもあったはずなのに、うん、結局狙ってなかったんだよ、あの人たち。狙ってないでバランスよくいい曲作ってたんだよ。今聞くと僕はいいなと思う。そうだよね。でもその当時聞いてた時には、うんうん、何かが足りないなとかと思ってたわけだけど、今はすごくいいな、おうおう、バランスがいい。そう、それすごいよ。また何とも変な話、うん、同級生でまあ言ったら、うん、2年後ぐらいデビューしてほらアイドルバンドやねみたいな、ちょっとほら、うん、あるやん、うん、ちょっとね、そうだよ、うん、バカにしてるじゃないけども、そういうところで聞いてて、そんなグッバイのもそんなに聞いたこともないし、でも今聞くと、あ、なるほどって思うのは何やろ、年齢がそうさせたんかな。だから去年の10枚目のアルバム自体が何年ぶりだ、グッバイのアルバムね、うん、30年ぶりか。そうそう、30年ぶりだよ。30年ぶり、9枚目が30年前、思い出10枚目が去年でしょ、うん、だからもう昭和、平成、令和って、うん、全部って、平成は一切何もなかったってことだよね。いやいや、平成の、え、平成で解散したの？平成元年に最後のアルバム出してるんだよ。あ、元年出してるんだ。確か、うん、だから平成にも出してるし、令和にも出してるし、昭和の時はまあずっとね、コンスタントでやってたから。平成の最後はグッバイとしては活動してたの、うん、そのあのね、後半戦はね、もうね、CD だけ作りたいって言って、レコーディングだけしたいって言ってて、ライブもやりたくないとかって言っちゃったんで、あ、テレビなんかもうその前に出たくないとかって言って、あ、
待ってる時間もったいなくて曲作りたいってスタジオ入りたい。はあ。だからもう CD とかだけ音源だけを作って出すバンドになりたいって言ってたんで後半戦。後半戦。だからテレビもうどんどん出なくなって、うん、でもスタッフ側はそれを聞いてくれたのは素晴らしいと思うんだけど、うん、スタッフが聞いちゃったもんだから、うん、全く、動けなくなった、うん、あのテレビ出なかったら何にもできない業界だった。まあその当時特に時代がそうだよね。時代がそうだからテレビ嫌だとかさ、あの無駄な時間嫌だとかさ、あの時から嫌いなんだよね、きっとテレビ。なんでこんな、ま、待ち時間何かしちゃいけないのかなとかさ、うん、楽屋でレコーディングできないのかなとかさ、曲作りたいなとか、ギターの練習したいなもうそうだし。いや、そういう意味では今日は野村芳雄の人となり、うん、ちゃんとこう見させていただきましたですよ、うん、なかなかないですよ、野村芳雄がこんだけ語るのほかないですから。ないよ、ないないね、今日はまだあと2時間ぐらいお付き合いいただきますけど。いや、ありがとうございました。聞いていただいて、もうこれはもう多分貴重なお話を聞かせて、これからも、うん、多分ギターどんどん速くなってるらしいので、はい、はい、まあ取れすぎると今度またゆっくりになってくるんですよ。またね。またね、こう、はい、どんどん回っていくから。で、今日はこの後、撮影終わりまして、うん、吉尾君と、またちょっと飲みに行って。行かないです。今後の、今後のいろいろ模型についてまたアドバイスをしませんいただきたいと思いますので、本日のゲストは野村芳雄さんでございました。お邪魔しました。ありがとうございました。じゃあまた来週。